マローメドセナ・フラウィウス・ウェゲティウス・レナトゥスは4世紀頃のローマ帝国の軍事学者で軍事論の著者である。彼の生涯がどのようなものであったのかはほとんどわかっていない。伯爵、またはコンスタンチノープル伯と記した資料もあるが、確証はなくローマの上流階級であったとのみ推察されている。彼の軍事思想の資料に軍事論があるが、 これは、ウェゲティウスの純粋な著作ではなく、古代ローマ人の軍事研究の資料を編纂したもので、ある。ウェゲティウスが扱っている時代のローマ軍が、歴史的にどの時代のローマ軍であるかは明確ではなく、資料として参照する際には、注意が必要である。この著作の冒頭では、ウアレンティニアの住み角への検事が述べられており、執筆された時期については、 ウアレンティニアヌス2世の時代であると大まかに推測できる。当時のローマでは人口減少や経済の破綻により軍隊の船員も安価な賃金で雇われた傭兵へと移行していた。このような時代背景の中でウェゲティウスは古代ローマの軍政を再興しており、かつてのレギオンの伝統を再建することを試みている。彼の著作はヨーロッパの軍事思想史において、 重要な影響を及ぼしたと考えられており、10世紀には最古の写本があったことが分かっているが、すでにこの頃に多くの写本が流通していた。イングランド王ヘンリー2世やイタリアの行政官、マキャベリ、フランスの軍人、モーリス・ド・サックスなどの軍事思想に影響を与えたとされている。その内容は、兵士に対する軍事訓練、軍機、レギオンの編成と運用。 戦略と戦術、そして陣地戦闘や海戦などを論じたものである。などの格言を残しており、現代においても引用される文献である。ありがとうございます。